好きサバ缶ランキング。はい、ということでいつものように食べ続けた企画ですよ。今回はですね、毎日ですね、まあ毎食じゃないですよ、毎日サバ缶を食べ続けた、時々こうやってですね続けてみた企画っていうのをやるんですけど、未だに続けてるやつがありましてですね、トマトジュースでしょ、納豆でしょ、あとはビオフェルミン、他にはないんですけどキウイフルーツとかね、もうめんどくさいからやめちゃったんですけど、おかげさまでですね、すこぶる元気なわけですよ。で、いくつも続けてるやつがある、続けてるやつがね、並行して続けてるやつがあるせいで、じゃあサバ缶食べ続けた効果は何ですかって言われて、もしね、正直ね、よくわからないことなんですよ。でも、一個ね、感じたことあるんですよね。後で説明しますけど、効果っていうのかどうかわかんないですけど、食欲がぐっと抑えられた気がしますね。それを含めて健康効果についてのお話は後半に置いといて、あれやこれですね、いろいろサバ缶食べ続けたわけですよ。せっかくなんで、まずは美味しかったやつランキングをご紹介して、その後にサバ缶の健康効果をお話ししていきたいと思います。早速なんですけど、第3位 SSK セールスさんのサバカリーインドカリー仕立て。スーパーとかでこれ普通に売ってるんですけど、美味しい、めちゃくちゃ美味しいんですけど、ちょっと高いんですよこれ。そんなに辛くないカレーなので、サバカレー入門編にはいいのかなと思いました。第2位はマルハニチロさんの月花サバ味噌煮。僕はよく知らなかったんですけど、月花っていう、こうマルハニチロさんの定番のシリーズになってるらしいですね。身が大きめでプリプリした食感っていうかね、生姜が効いた感じの味噌煮ね。そして第1位が高木商店さんの金サバ味噌煮。これもスーパーとかで売ってるんですけど、サバの風味そのままで塩味が乗っかってて、さっきの第2位のマルハニチロさんのやつと違って、なんていうのかな、こう口の中でとろけるような感じ、ほろほろと崩れるような感じね。おすすめです。割と続けやすいと思うでしょ、味噌煮とかカレーとかね、オイル漬けだとかね、いろんな味のレパートリーがあるからね。で、実際食べたらうまいってなるもんね。10日で飽きてくる。さっきご紹介したサバ缶は全然生臭くないやつですよ。それでもこう魚の持つの、こう生臭さまでとは言えないけど、なんか魚特有のやつがありましてですね、でもね、旨味が勝つんですよ。最初魚の生臭さみたいなものが仮にあったとしても、それですら楽しんでバクバク食べれるわけですよ。うまいうまいっつって食べれるわけですよ。それがね、飽きてくる。本当にね、ちょっと食べただけでなんかね、もういいやっていう風になっちゃうんですよね、後半は。それがひょっとしたらダイエットにいいんじゃないかって言われてて、僕2キロ痩せましたからね。ということで、そんなサバ缶の健康効果、それから痩せ体質になるんじゃないかっていうところを解説していきたいと思います。血液サラサラ、有名なやつですよね。 DHA だとか EPA だとか、要するにめちゃくちゃ体にいい油があって血液サラサラにしてくれるっていうね。だから血液ドロドロでかかりやすそうな病気、心疾患とか動脈硬化とか脳卒中とか高血圧とかにいいって言われてる。骨が強くなる。小骨丸々食べることができるので、そしたらカルシウムって取れるじゃないですか。骨粗鬆症みたいなやつにもいいと思うし、カルシウムの吸収の手助けしてくれるビタミン D みたいなものも含まれてるので、なんかちょうどいい組み合わせっていうかね。貧血予防。鉄分が含まれてるので貧血予防にもいいし、その鉄分不足するとこう慢性的なこう疲労感っていうかさ。ただですね、そのビタミン C と一緒に摂ると鉄分の吸収効率ってのはアップするんですけど、残念ながらこのサバにはですね、ビタミン C が含まれていないので、なんか野菜みたいなものと一緒に摂るといいと思う。記憶力ある。脳を活性化させる効果が DHA にあるって、有名なやつですよね。僕らの体の細胞だとか神経の成分になるし、この脳細胞を柔らかくするというか、そしたら脳が活性化するんですよ。記憶にって言われてるのはそういうところですよね。だから痴呆症とかの、予防効果も期待されています。痩せ体質になる。そもそも低糖質高タンパクなんで、これダイエットに向いてるっていうのは、それはそうなんですけど、でもね、その痩せるっていうか痩せやすくなるっていうのは間接的ってところがポイントで、サバに含まれてる EPA ってやつを取ると痩せホルモンっていうね、 GLP-1 っていうのが腸内でドバドバ出る。 GLP-1 は血糖値下げたりだとか食欲をコントロールする消化管ホルモンで、早めに満腹感を得られるようになって、結果的に食事制限につながるってやつだ。だから続けないとダメってことですよね。サバに飽きてしまうというか、なんかね、こう食欲自体がなんか変なことになっちゃったっていうか実は食べ過ぎあんまり良くなくて、そんなに食べられないですから絶対に。さっき説明したね、 DHA とか EPA だとか、そのいい油もあるので、バンバンこうね、いい油を摂取したいじゃないですか。でもね、中にはそうじゃない普通の油もね、要はあんまり摂取控えたいような普通の油も含まれてるので、結局取りすぎると良くないみたいな話も
ちょいちょい聞きますし、血液サラサラになるっつってもですね、サラサラになりすぎるとですね、血が止まんなくなるわけですよ。まあ薬じゃないからね、そんなすぐ食べてすぐサラサラになりましたってすぐ効果が出るわけじゃないけど、1日1缶ぐらいにしとくのがいいんじゃないですかね。それで十分ね、食欲を抑えられましたからね。サバ缶はまあ保存もできるし、そしたら非常食的な使い方もできるじゃないですか。で、僕は直接いただいてましたけど、まあ料理のなんかね、その素材とかにも使えるじゃないですか。だからいろいろ活躍できるっていうかね。あと感じたのがですね、缶が大きい商品だとその大きい実が入ってる可能性が高くて、商品それぞれですね、缶の大きさがねだいぶ違うんですよ。ちっちゃい実がいっぱい入ってるより大きい実が入ってる方が、やっぱ大きい実の方が油が乗ってるようなね割合も高いと思うんです。なのでいろいろ迷うんだったら大きい缶の方のですね、サバ缶を選んだ方がいいと思います。スーパーとかコンビニに売ってるっていうね、やっぱ手軽さがすごくいいと思うんですよね。サバ缶習慣に限らずですね、物事を続けるってのはやっぱり手軽さが大事なわけですよ。続けるハードルは低いっていうかね。だから小さなことでもね、コツコツ続けてるとそのうち大きな成果が得られるもんだ。ぜひ皆さんもサバ缶生活やってみてください。僕はもうやめときます。この MPTV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みだらだらとご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。